サッカー日本代表が9月の活動を終えた。ヨーロッパへと乗り込み、ドイツ、トルコという強国にともに4得点で快勝。この初週の実りはどれほどの価値があり、この先の蓄えになっていくのか。ベテランのサッカージャーナリスト、大角義行と後藤武雄が徹底的に語り合った。動画、動き最後まで見て出せる久保さんすごい、と絶賛された、古橋の芸術の域。 に達した動き出しに応える久保の絶妙パス。なぜ土曜日開催だったのか、全体を通じて今回の遠征をどのように評価されますか。大隅本当に実りのある9月だったと思うよ。後藤ヨーロッパの代表チームとの試合という非常に貴重な機会を最大限に有効に使えたもんね。大隅しかもドイツ代表とトルコ代表を相手に4点ずつ取って自信を深めたし、 本当に実りの多い9月シリーズだったという感想です。実は今回の遠征で2試合するにあたって、日本サッカー協会は、ドイツサッカー連盟、DFB に、試合を金曜日にしてほしい、と何度も要望していたんだよね。2試合目は FIFA のカレンダーで9月12日までとは決まっていたから、土曜日に試合を組むと中2日での連戦になっちゃうでしょ アジアの大会や親善試合は木曜日に行われることが多いんだけどね。後藤ドイツもフランス戦を控えていたから、金曜開催の方が良さそうなものだったのにね。大隅でも DFB が絶対に土曜日でと譲らなかったらしいんだよ。結果として中二日の連戦になったことで、少しずつメンバーを入れ替えていたこれまでとは違い、伊藤博樹以外の先発を思い切って入れ替えることができた。 だから、2試合トータルで考えると、結果としては連戦になってよかったと思うよ。トルコ戦だって、普段全然一緒にやっていない選手たち同士だったから、最初はぎくしゃくして全然うまくいかなかったけど、20分くらい経ったらどんどん良くなって、全員が積極的に良いところに出すようになっていた。後島2試合を目いっぱい有効に使ったよね。日本も良かったが、 今回の遠征で最も注目されたドイツとのアウェーでの再戦は完勝でしたね。大隅日本代表は本当に良かったと思う。やろうとしてきたことをどんどんやって、それが得点にもつながった。だけど、それ以上にドイツが悪すぎたという印象が強かったな。後藤相手が悪すぎたのと、日本が良かったのが合わさって、一方的な試合になっちゃったよね。日本側から見たら、 試合途中でのシステム変更というテストもできたし、非常に貴重な機会をうまく使った。相手がもっと強かったら良かったのにな、というくらいの試合かな。あと、問題としては3点目をもっと早く取れたんじゃないかなということだけだね。大隅そうだね。前半のうちに追加点を取れるチャンスはあったしね。後藤早々、何度もあった。 ゴールを守るのがマルクアンドレティア指定源なので簡単ではないことを承知の上で言いますけど、やはりもっと早く、久保竹房を出す前に3点目を取りたかったね。女子ワールドカップのスペイン戦の宮沢日向みたいに、チャンスをしっかり決めてほしかった。大隅そうだよね、たった1回のチャンスかもしれないんだからね。ごとを問題点を挙げるとするなら、そこだけだね。